三谷幸喜です。僕の次の作品はなにわバタフライ NV。 NV とはニューバージョンのこと。涙あり笑いあり、戸田恵子さん渾身の一人芝居、劇場で見ないと後悔しますよ。ただいまからチケットの予約を受け付けます。深夜です。おかけ間違いのないようにお願いします。緊張の緩和ってどういうことですか。なにわの喜劇女優都町長をモチーフに描いた一人芝居なにわバタフライ NV。 旅芸人の娘やから、まあそういうこっちゃ。ついにその全貌が明らかに。やっぱり何度やっても大変だぞという感じですね、はい、やっぱり俳優さんがいっぱいいっぱいになるのを見るのはね、楽しいですねかなりいっぱいいっぱいですもんね。ね、一人っていう意識がね、かなり自分を追い込むっていうか、でまたその追い込まれた自分を大丈夫なんだってこう奮い立たせて行く勇気みたいなものが必要で、これもうほんと一人で、二人いるだけでだいぶ違うんですけどね。やっぱすごいんですよ、戸田さん。ほんと一人しか出てこないじゃないですかで約2時間ずっと引っ張っていって、こういうのは僕は見たことないし、で戸田さん以外にもいっぱい登場人物は出てくるんだけども、それは見えないわけですよね。もう戸田さんの芝居でそこにあたかもいるように感じるわけで、で最後カーテンコールで戸田さんが一人出てきた時に、あ、そっか、この芝居は戸田さんしか出てこなかったんだって改めて気づくみたいな、だったらまあ一人芝居じゃなくてもいいんじゃないか本当にたくさんの方に見ていただきたいと思いますので、どうぞ劇場に足をお運びください。よろしくお願いします。涙と笑いの女一代記が3月関西に登場。夏希の、こんにちは、坂井雅人です。2009年8月に公開された映画南極料理人がこの度 DVD になります。お昼になりました。究極の単身赴任、渋谷とか行きたい。美味しいご飯があれば元気になれる。では参ります。南極料理人。今週は南極料理人 DVD 発売記念、特製おにぎり型ランチボックスを10名様にプレゼント。どしどしご応募ください。次回プラチケではこれが最後の先行予約、バラと侍。さらに超人気アーティストフランプール、フランプールです。そしてケミストリーのライブ先行予約もお楽しみに。